はい、シロックマンです。今日は、地下倉庫の整理4日目ですね。はい、まあ、こんな感じです。まあそんなに変わってないかもしれませんけど、はい、少し CD は片付いてきましてね。はい、少しだけですね。はい、こちらですね。はい、これです。まあ一応 CD の、まあ、棚なんですけども、はい、こんな感じで一応一つの棚にまとめましたが、まだこれでも一部なんで、はい。で、こっちにもね、衣装箱が入ってますけど、ここ全部 CD なんですけどね、長い衣装箱がありまして、これ全部コンパクト化した CD が入ってます、ここにね。これね、めちゃめちゃ重いんですよ、これ一つが。猫ちゃんがいますね。入ってますね、猫ちゃんね。出てもらいましょう。はい、出てってもらわないと困ります。はい、これね、この衣装箱一つに CD 入ってますけど、こんなにこれ、まあ、この上にもあるんですけど、こんな長いのやつね、これはまあちょっとしか入ってないですけど、これ満杯に入れるんで、めちゃめちゃ重たいです。これ想像以上に重いです。はい、もうね、引っ張れないぐらいですから、これね、多分ない1000枚ぐらい入ってるんじゃないですかね、これ。もっと入ってるかもしれない。まあ、わかんないですけどね。数えたことないんで。で、まあ一応ね、一つ、まあ棚に収まったんですけど、やっと。はい。こんな感じで。これは全部アルバムですね。はい。一応、まあ、適当に50音順に並べてあります。こっちはね、こっちはまあ、あ行というかね、あ行ですね。これ全部アルバムですけど。で、これが家業とか、家業ですね。家業のアーティストのアルバム。はい。で、こっちが、はい、こっちもまあ、家業と作業のアーティストのアルバムですね。まあ、他業もありますけどね。はい。こんな感じでまとめてるんですね。これ、こっちも、ここはまあ、他行と那行と波行ですかね、のアーティストのアルバムですね。はい。で、この下も、波行と魔行と、野行と羅行と和行のアーティストのアルバムです。はい。で、こっちにね、衣装ケースに入っているのが、マキシシングルですね。はい。マキシシングルの、これも、まあ、見えづらいんですけども、すごい大量に入ってるんですよね。ここの下もそうです。この上にもいっぱいになるぐらい入れる予定なんですけど、はい。で、まあここにも CD がありまして、こっちはまああれですね、ゲームミュージックとかアニメの関係の音楽とかってことですね。こっちが。で、ここも、この中にも AKB 関連の CD が入ってますね。で、もうね、外にも置いてあるんですけど、これですね。あ、みーちゃんがいますね。はい。で、この外に置いてるこの衣装ケースも AKB 関連の CD になりますね。これ、どう収めるかちょっと考えてるところですね。で、この下のこれも CD ですね。全部これまだコンパクト化してないやつですね。はい。はい、で、まあ残るは CD なんです。ここにも CD 置いてありますね。はい。まあ、こう、まあこれまあね、上から持ってきたね、AKB 関連の CD とか、まあ、まあね、クレイズとか、まあね、お気に入りの CD なんです、この辺のやつは。あとはね、そのまあ、で、この下にも、ここにもね、中にも、チャゲンダスカとかの CD 入ってます。はい、で、上も、上ジャンル系ですね。はい。ジャンル系でまとめてます。はい。これね、2層になってまして、この奥にも CD 入ってるんですよね。はい。これ2層になってるんですよ。全部ね。
だからまだ見えてるんだけのあるよりも奥にもまだ入ってるんで、2層で CD 入ってる。もうそうしないとね、収まらないんですよね。2層にしないと。はい。で、上にもありますね。はい。これはまあ歌詞カードとかもね、あるんですけど、歌詞カードというかブックレットみたいな CD の特典の、それはここにまとめてあります、いっぱいね。これはザッピング CD ですね。昨日お見せした。はい。これはザッピング CD になりますね。あ、もう取れないわ。もうキツキツに入れてあるから。これじゃないと収まらないんで。はい、これザッピング CD がここもいっぱいありますね。はい。この奥にも、これの奥にもね、いっぱいね、いろいろ入ってるんですよ。もう2層にしないと入らないくらいな。一層では入らない。だからこの本棚って棚自体もめちゃめちゃ重たいと思いますね。はい、でこれマキシングル衣装ケースにね、こう3段に入れると、多分ねこれでここまで収まってるんでね、ここにも CD ありますね。でこの中にもそれぞれね CD が入ってるんですよ。この段ボールも、この段ボールも全部 CD 入ってるんで、これもそうですね。これは DVD か。これは DVD が入ってますね。で、この奥は DVD が入ってるんですよね。2つの段ボール。はい。まあそんな感じですね、今のところはね。いやー、本当にね、時間かかりますね。はい。でもまだね、4日目でこんだけ片付いてたら結構早い方じゃないかとは思いますけどね。はい。1ヶ月ぐらい経てばだいぶ綺麗になるかと思いますね。まあ、閉まるようになってますから、こうやってね。これね、あれですよ、この本棚ね、外に置いてあったんで虫がいっぱいついてたりなんかして、で拭いたり、綺麗にね雑巾で拭いたりなんかする作業からやってたんで、すごい時間かかっちゃいましたね。はい。これとかもそうです。この衣装ケースも上の方とか外に置いてたんで、もうね虫がついてたりね、汚れてたんで、もう拭いたりなんかしてね、すごい時間かかって、ね、やっとここまで収まったと。しかもこのね、あの倉庫の中ね、昨日バロさん炊いたんですよね。虫がね、湧いてちゃいけないからってことで、はい、一応ね、換気するためにいつも開けてあるんで、虫が入ってる可能性があるんでね、はい、でこんなに物がいっぱいあったら虫入ってきますからね。だから、で昨日バロさん炊いたんですけども、この入り口のところにいっぱい虫が死んでました。ゴキブリもね、3匹ぐらい死んでて、あとアリがね死んでたりなんかして、はい、まあね、僕の家はリフォームが結構ね最近進んでましてね、まあ地下倉庫をね、両親の倉庫と僕の倉庫をですねを作ってですね、さらに、トイレもリフォームするんですよね。トイレと洗面所もリフォームしまして、まあ、8月にね工事する予定なんですけども、一応トイレと洗面所まで50万ぐらいかけてねリフォームしてですね、でそれであとですね、お風呂もね去年リフォームしたとこなんですよね。30万ぐらいかけてね、はい、でもこのリフォーム代全部僕のお金ですからね、僕の働いたお金で、だから僕は一応ね大黒柱、家の柱なんで、だからこんな方にちゃんとね、僕の好きな部屋をね、うちの両親は作ってくれ、作らせてくれたという感じですね。はい。まあ一応夢だったんでね、自分のちゃんとした部屋を持つっていうことがね、はい、こういうまあコレクションを置ける部屋っていうね、まあ一応リフォームをね、次々ね、やって生活を少しでも楽にすると。生活環境を良くするためにっていうかね。でまあ綺麗に収まればここが実況部屋になりますので、ここで毎日でもね実況プレイができるわけですよ。電気もちゃんとありますので、はい、まあまあでも毎日撮るのはちょっと難しいかもしれないですね。まあ親がいない時でも実況プレイが撮れるようになるという話なんですけどね、はい。まあ毎日実況するのは大変なことですからね、なかなかちょっとね体調悪い時はできなかったりね、あと仕事が疲れている日はできなかったりしますけど、
まあ、撮りたいときいつでも親がいてもね、実況プレイが撮れるようになると、ここでね、実況部屋として使えるようになるってことですから、ある程度スペースを残しとかないと、実況ね、できないですからね。はい。この後ろにテレビが置いてあるんですよ。はい。アナログテレビ置いてあるんで、これを使って実況プレイができます。はい。まあ、そんな感じですね。いやいやいや。まあまあでも整理整頓するのもまあ楽しいですよね。自分が好きなものをやるんであればね。はい。まあお店の方でも僕バックヤード整理させてもらってるんですけど、お店のバックヤード整理も楽しくやらせてもらってますけどね。はい。まあそんな感じで。まあね、いろんなものが置いてありますけどね。はい。まあそんな感じでね、一応紹介させてもらいましたが、また明日も明後日も毎日ちょっとね、整理をねしようかと思ってますけどね。この中の衣装ケースの中のマキシシングルを50音順に全部まとめようかなとは思ってますね、明日は。はい。結構大変なことですけどね、それもね。アーティストごとにね、こう、これもまあ、50音順にある程度ね、まとめましたんでね、はい、まあ、探しやすいようにするためですね。はい。で、この奥のね、2層になってるこの奥のやつも、ね、ある程度ね、50音順にまとまってるんで、はい。まあ、そんな感じですかね。今日は4日目のね、実況を撮らせていただきましたけど、これ懐かしいですね。ドキドキ学園の本です。はい。おまけシールのね。昔集めてましたけどね。ビックリマンシールとともに集めてましたね。ドキドキ学園ね。はい。じゃあまあこんな感じですかね。簡単ですけど、はい。今回これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。だからこれ、スガキ屋のこのね、段ボール置いてたらなんか、ファミコン芸人藤田さんの家みたいですね。これもそうですけど。ね。藤田さん、このスガキ屋の段ボールね、家いっぱい置いてるイメージありますんでね。はい。まあいいや、とんでもね。じゃあ終わりに伝えさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。